おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは水色ラッキーナンバー9です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ソードの騎士の正位置が出ました。理路整然と決断して進む。無駄を省き、最短ルートで目標に突き進もうとしています。合理的な判断を下ろすため、情に流されることはありません。気力、体力、集中力が溢れている時です。やるべきことや目標に向かって、邁進しているかもしれません。志高く、難関を突破しようとしている最中かもしれません。心に迷いはなく、結果を出すために全力投球していることでしょう。度重なる試練に立ち向かってきたあなた様にとって、前進することは楽しみに満ちた冒険になります。行く手を阻むものが何であれ、屈しないだけの強い精神力と勇気があれば、不可能なことはないのでしょう。今は後ろを振り返っている時期ではありません。ソードの騎士の正位置の意味は正義感、英雄的行為、勇敢、創造的活動、先駆的なアイデア、有望な人物、投資、投機、リスクを負っても前進する気概、事業展開。二枚目めくっていきます。星の正位置が出ました。明るい未来につながる。希望に満ち溢れた素晴らしい現実の到来を表しています。この場合の希望に満ちた現実とは、これまで積み重ねてきた経験や努力により訪れるものではなく、ひらめきや直感によって到来するものとなります。幾多の試練の中で諦めそうになったり、投げ出しかけていた夢や目標があるのなら、もう一度チャレンジする機会が訪れるでしょう。自分の才能を見出し、磨いていくことで、理想の未来が実現する方向へと進んでいけるでしょう。才能はどのように見出していけばよいのでしょうか。あなた様が直感的に感じる好きだと思えることや得意なこと、長時間取り組んでいても苦にならないことにヒントが隠されています。日々の小さな行動や努力を重ねていくことで、あなた様の才能の種を見出し育てていくことができるのです。星の正位置の意味は希望を見出す、自分の可能性に欠ける、心に描いていたことが実現する兆し、魂の輝き、未来に向けて一歩を踏み出す、夢を叶える。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。